あんたのボクシング教えてほしい。全部ゼロからお願いします。断る。佐藤浩市さんと横浜流星さんのダブル主演で先週金曜日から全国公開された映画春に散る。公開2日目のおととい、大分市でこの映画を制作した豊後高田市出身の是々隆久監督がおよそ150人のファンを前に舞台挨拶をしました。ボクシング映画の中ではダントツすごいなと思いました。大分なのでね、ぜひ見たいなと思って今日来ました。大分のシーンは短かったんですけど、そこにあの大分が見えてすごく良かったです。すごく良かったです。ストーリー自体どうですか？はい、もう感動で、もうずっと泣いてました。これまで日本アカデミー賞で優秀監督賞を受賞するなど数々の映画を手掛けた是々監督は、ボクシングに命を懸けた男たちの人間ドラマを描いたこの作品で初めて地元大分でのロケを行いました。本当はやりたくなかったんですよ、僕は。まあ恥ずかしいじゃないですか、地元で撮影するってのは。どういうふうに大分の撮影感じられてましたか？橋本環奈さんが、まあ、故郷から出ていくというか、そういうシーンがあるんですけど、実際に佐賀の関でやってるあの神社のお祭りを再現していただいて、結構こう大々的にやっていただいて、もう本当にそれはありがたかったですね。大分市木の上や由布市波佐間町でも撮影を行った是々監督は、高校時代までを過ごしたふるさと大分への思いをこの作品の主要キャストの生き様と重ねました。僕は関西行って東京行ったわけですけど、自分のこう生まれ育ったところだけがこう特別な場所っていう感じがしますね。そういう意味ではそこがやっぱり起点っていうか、そこでの感覚っていうのはやっぱり一生左右してしまうんじゃないかなとは思いますけど。初めてふるさとで撮影した作品を是々監督は多くの県民に見てもらいたいと話します。佐藤浩市さんと橋本環奈さんの故郷が大分というところから生まれてまして、そういう大分の風景というか風土というか、それがやっぱり2人の生き方に根強く決定的なものを与えていると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。物語の主要なシーンで大分ロケが行われた映画春に散るは、県内4つの劇場で上映されています。